日本近畿地方大阪府大阪市中央区、東高来橋東高来橋は、大阪府大阪市中央区の町名。定番を持たない、単独町名である、大阪市中央区の北部に位置。北は、北浜あずま、東は、島町、船越町、北は内淡路町、西は、阪神高速1号環状線の高架下を流れる、東横堀川を挟んで高来橋。 土小町にそれぞれ接する。1872年に内領外町と内平野町の一部を統合し、高麗橋爪町となった。1989年に高麗橋爪町と国町、島町、釣金町、船越町の各西部を統合し、東高麗橋に改称。高麗橋の東爪に位置することが由来である。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。高来橋入口、大阪府大阪市中央区の町邸あざ一覧、人口統計ラボ。 2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、東高来橋の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、B 平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザト総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長アザ等、総務省統計局2019年8月16日閲覧平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧 郵便番号も2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。